11月27日に、神宮寺勇太さん、岸勇太さんが結成した新グループ、ナンバーイの公式 YouTube チャンネルが初更新され、話題となっています。2B の公式 YouTube チャンネルで10月15日に配信された加入発表の生放送の裏側を公開しました。東京ドームで実施した生配信で、新グループナンバーイの結成を発表した3人の和気あいあいとしたオフショットの数々に、ファンからは歓喜の声が多数上がっています。生放送が始まり、新しいメンバーが加わることになりました、と告知する場面では、入場口の裏で登場のタイミングを伺う岸さんの姿も。放送終了後、神宮寺さんは東京ドームの力のおかげか、緊張せずにできた、と語り、平野さんも、確かに、俺たちがやった時はもっと緊張した、と共感。今度は、また違う形で戻ってこれたらいいね。ここから始まりますからね。いろいろ、本当に楽しみ、と3人ともリラックスした様子で語り合います。この動画にファンからは、3人一緒の姿を見て泣きました。また表舞台に出てきてくれてありがとう。心からお帰りなさいと伝えたいです。3人がどれだけの思いでここに立ったか、といった感想が寄せられています。感謝と乾杯のコメントが多数寄せられています。動画は、公開から4時間で24万回再生を超え、Twitter では、ナンバーアイの YouTube がトレンドワード1位になりました。岸優太さんがポロリとこぼした一言が注目を集めています。メイキングでは、ナンバーアイが東京ドームを車で訪れてから準備をする様子やインスタ用の写真を撮る姿、そして、発表後にそれぞれ軽くコメントしながら現場を後にする姿などが記憶されていました。東京ドームは、アーティストにとって、目標の一つのため、帰り際に、今度はまた違う形で戻ってこようね。コンサートやりたいね、とそれぞれ雑談していたのですが、野球好きな岸優太さんは、よく言えば、野球もね、ドーム最高じゃないすか、と発言しました。平野紫耀さんが苦笑するという、相変わらず仲睦まじいやりとりを見せていました。1984年から、ジャニーズは、東京ドームを舞台に、ジャニーズ野球大会を行っていた時期があったこと。2B タレントは、総勢で9人以上いることもあり、東京ドームの駐車場到着とかバックヤードのこの感じ、社長もおなじみのカウコンとか野球大会とか、大運動会のあの雰囲気を思い出すと述べています。スタッフの皆様、東京ドームで野球をさせてあげてください。チーム 2B と対決試合をお待ちしております。多くの声が寄せられているようです。さらに、11月22日発売の週刊誌が組んでいた特集が理由で、こんな声も聞こえてきています。ちょうど、週刊誌でスノーマンが、東京ドームで草野球をする特集が掲載されていました。かなり気合の入った特集で、動画版はないのという声が複数上がるほど、臨場感も非常に伝わってくる内容でした。それだけに印象に残った人が多かったのでしょう。スノーマンは当初6人組でしたが、目黒蓮さん、ラウールさん、向井浩二さんの3人が加わり、9人になりました。2019年1月には、9人で初めての取材が行われ、そこで、目黒さんは9人で野球をしたいと話しました。その夢を叶えるため、集英社の野球部が協力し、東京ドームで本格的な試合が行われました。スノーマンの中で野球経験者は1人しかおらず、ナンバーの岸さんが少年野球を経験していることが分かりました。目黒さんが野球をしたい理由は、9人で競技を行うためだと22年に放送されたノンストップで明かされました。スノーマンとナンバーの東京ドームでの野球対決が実現すれば、それはまさに夢のような話です。どんなファンでも興味深い試合になることでしょう。期待したくなるところもありますよねとワイドショー関係者は話しています。両グループも野球に関心があること。それに続く要素の一つとして、まず、スノーマンとナンバーアイの関係が非常にいいことが挙げられます。
スノーマンリーダーの岩本光さんが岸さんをジムまで送迎していたことがあり、神宮寺さんは深澤さん、2021年3月末にキンプリを脱退した岩橋元気さんの3人でよく遊ぶ仲だったことで知られています。平野さんと目黒さんはお互いにめぐちゃんとちゃんで呼び合う中で、2人とも仲がいいです。旧ジャニーズから独立後も良好な関係は変わっていないと思われます。また旧ジャニーズ事務所は創業者ジャニー喜多川氏の加害問題を経て落ち忖度からタブーされていたジャニーズ対処タレントと現役ジャニーズの共演 NG は消滅しています。スノーマンとナンバーアイが共演することに問題はない。ナンバーアイもスノーマンも野球に興味があり、お互いの関係も良好だ。共演 NG もなくなり、今後の東京ドームの運営方針が重要な要素となるようだ。これまで東京ドームはプロ野球の巨人の本拠地だった。人気のある巨人戦で安定した収入を得ていた。しかし巨人が東京随時に新球場を建設し、本拠地を移すとの噂がある。東京ドームから巨人が離れると、ドームは新たな収益源を考えなければならないと、ロビーのワイドショー関係者は話している。その負担を見直し、さらには会場から35年経ち、施設の老朽化もあるため、巨人軍の母体である読売グループ4が築地市場があった広大な跡地に、新たな自前の球場を建てるという計画を進めていることが、複数のメディアで報じられています。そうなれば、東京ドームは巨人戦に代わる新たな収入源が必要になりますよね。野球以外のスポーツも行われていくでしょうが、一番スムーズなのはこれまでもやっているアーティストグループのコンサートを増やすことです。しかしそもそも東京ドームを埋められる規模のコンサートを行って黒字にできるアーティストなど数は限られています。東京ドームは筋力となる2つのグループと良好な関係を築きたいはずですと関係者は話しています。スノーマン8とナンバーアイが野球対決を行ったり、パフォーマンスやトークを行うイベントが開催されれば、チケットは即完売すると思います。東京ドームでもぜひ実施してほしい企画です。人数差が懸念されますが、ナンバーアイだけでなく IMPP の7人組も織り出していきたいと考えられます。 IMPP を加えればジャニー喜多川氏による性加害問題でジャニー性加害問題当事者の会に所属していた元タレントの40代男性の自殺が発覚した影響か、11月中とされていた旧ジャニーズ事務所のマネジメント会社発足が未だアナウンスされない中、活動を活発化させているのが滝沢秀明氏率いる TOBE だ。25日に公式 YouTube チャンネルで生配信された TOBE ファミリー全員集合で番組は、実は初めてだよスペシャルには三宅健、北山博光、神宮寺勇太、岸優太のナンバーアイ、IMP らが勢ぞろいし、現在まで261万回視聴されている。同番組で発表されたのが、大手化粧品メーカー、コーセー、夜回転寿司チェーン、スシローとのコラボ。特にコーセーは、嵐の松本潤やスノーマンの目黒蓮を起用していただけに、